大分合同新聞社が時代を担う若手リーダーとともに地域の未来を考える未来デザイン会議ハピカム九重町編が九重文化センターで行われました。未来デザイン会議ハピカムは地元に根ざす新聞社として地域の連携を大切に捉え長期的ビジョンを共有しながら一緒に未来をデザインしたいという考えでスタートさせたプロジェクトで、昨年10月の宇佐市、今年3月の津久見市に続く第3弾。開会式では議長の長野圭一大分合同新聞社副社長が挨拶。やはりいろいろな課題を抱えながら頑張っておられるのかなというふうに思いますので、本日は外部のコーディネーターの方々も含めまして深くですね、この九重町の未来デザインとは何かということについて議論を深めていただきたいなというふうに感じております。総合コーディネーターを務める佐々木実地域報道部長が挨拶。多分それが地域を、そして総合アドバイザーで歌舞伎劇作家の岩合由紀子さんが、自由に意見を出して地域の宝を掘り起こすきっかけにしてほしいなどと呼びかけました。分科会では農林畜産業、観光産業、環境の3つのテーマに分かれ議論。30代から40代の若手リーダー4人とコーディネーターの記者1人に、各分野に精通した学識経験者、旅行業者などの企業人がアドバイザーとして加わり、話し合いが行われました。農林畜産業分科会では、町の顔といえる農作物がないことや観光業との連携についての意見も出され、魅力ある農産物は多くあるが旅館やホテルであまり利用されておらず、農業と観光をつなぐ体制づくりを行政にしてもらいたいなどが議論されました。観光産業分科会では、辻湯や宝泉寺など町内には12の温泉地があり、九重夢温泉郷として売り出しているが、まだ全国的知名度が低いことを指摘。また町内4地域の連携不足も話題となり、互いにイベントの協力ができないかなどの議論が行われました。環境分科会では、自然との共生に言及。自然エネルギーへの関心の高まりから注目を集める九州電力八丁原発電所の地熱発電の難しさや、豊かな自然を町外に伝える人材の育成が必要。環境を守りながら恵まれた自然素材を教育やビジネスにつなげる仕組み作りをしようといった意見が活発に交わされました。その後に行われた総括会議では、まず各分科会のコーディネーターを務めた記者が内容を報告。そして各分科会代表者が出席し、分科会での論議を踏まえ、分野を超えた取り組みについて話し合いが進められました。議論の中では、総合アドバイザーの岩合さんが、地域の宝の一つに朝日長者伝説があるので、このような伝説をもとに、雄大な自然の中で新作の劇や能の上演ができないかというアイデアを提案。農業者の立場では食農教育という意味で、やっぱりこの食っていう僕ら命を担ってるというところの誇りとかいうのが出てきたらですね、農業者も増えていくんじゃないかと思うし、それを次世代に残すような取り組み、やっぱり教育の面でもっと農業体験を入れてもらうとか、給食にただ食材を使ってるとかだけではもっと弱いと思うので、そういうところをもっともっとこう考えていければ、裾野として、農業に理解のある人ができる。で、ちっちゃい頃から農業に携わっていくと、だからそれが継承する文化として農家が残るということになるんじゃないかと思いました。大分県のアンテナショップが銀座にあるんですけど、で1週間でもいいので、九重の食材も九重米とかふんだんに使ったメニューを考えてもらえるような企画を私たちで立てれたら、なんかこうすごい銀座に九重ありみたいな感じをなんか作れて、それはそれは話題性にも
すごくなんかいいし、ここの絵の本当の食すっていう部分となんか自然と私たちの観光となんかそこがつながるんじゃないかなっていう話をさせていただいたことがあるんですが、自然っていうと全くこう暮らしと切り離されたもので、皆さんこうタデワラに来ることが自然って思ってらっしゃるところあるんですけど、そうじゃなくてもっと生活の中でこう私たちは自然の中で暮らしてきたというところで、なんかそういう伝承とか文化とかそういうものをこう文献の中からこう探して掘り起こして、食事の中でもこういうこの時期はこういう伝統食がここのものですとか、なんかそういうものをなんかこう掘り起こしていったら、こうそれぞれ分野は違うけれども、なんかこう、まあ、自然を中心として何かこう一つのものができるような気が私はしてます。最後に佐々木総合コーディネーターは、町には可能性のある素材がたくさんあることが分かった、これから若い世代で町を引っ張っていってほしいと締めくくりました。ことで、多分その地域というのがですね、すごく